はい、皆さんこんにちは。整体岩屋整頓ケア代表の山です。今回はゴルフで飛距離を上げなければスクワットをしようことを伝えていきたいと思います。スクワットって言っても皆さんが知ってるやってるスクワットとは全く違います。股関節に乗せるっていうのも全くやりません。それはもうレベル的に低いんで、股関節に乗せる行こうっていうのは逆にゴルファーであればあるほど乗せてしまうとそのまま出てしまうのでうまくアプローチできないと思います。そうじゃなくって最後の最後に少しキックポーンとできるようになってあげると飛距離も飛ぶしコントロールもになるっていう形ですね。本当はいろいろやらないといけないんですけれども今日はね1個だけやっていこうと思います。今日やることっていうのは最終的な局面での加速の練習ですね。まずはスタンスを膝にしてもらって膝を曲げます。でこっから最後にピョンとピョンとピョンって感じでね、最後の最後に力を発揮するって感じですね。なのでこういったスイングの時もっていう最後の最後に瞬発的な力を出すトレーニングになります。でこれなかなかね難しいからできない人多いと思います。これはこのタイミングでできないとやっぱりうまくいってないです。選手みんな今度は片足ずつやっていきます。これを軽くバランス身をね軸に乗せますね。軽く膝曲げてそこからさっきみたいに膝を伸ばしてで右に乗って左に乗って右に乗って左に乗ってっていう練習します。こうこれが単に片方ずつになっただけですね。でこれうまくできない人っていうのはタイミングです。1ではないです。だからみんなスクワットで大体こうバーンってやられるじゃないですか。そうじゃなくてゆっくり上がってきます。1って感じですね。1、2って感じで上がっていくときはゆっくりで最後ポンとやって戻るって感じですね。だから伸びた状態から縮むっていう感じで1、2って感じでゆっくり上がって最後だけゆっくり上がって最後だけで伸びた分戻るっていうのを繰り返します。それがさっき見たようにこうじゃあ今度は片方ずつに乗せてくるってことですね。でこれができてきたらこのスイング動作の中で最後最後にキックするって感じですね。右から左に右から左に入っていくときに っていう風になってくるとみんなゴルフをこうしたら最後こうパーンって伸びると思うんですね。でそのキックね、そのキックがここでできるようになってくるとこのね最小限の幅の中で力を出せると思います。股関節乗ってっていう風になってくると今度大きく動かしてしまうのでこの局面の中でブレずにやるには今のトレーニングっていうのができるといいかなと思います。はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。